韓国代表、FIFA ランキング23位は9月5日、北中米ワールドカップ、W 杯、アジア最終予選の初戦でパレスチナ代表、同96位と対戦し、隠した相手に0対0と引き分けた。中国代表、同87位、相手に7対0の圧勝を収めた日本代表、同18位と明暗が分かれることになった中、 韓国メディアは、韓国サッカーは死んだと見出しを打ち、韓国人サポーターの怒りを取り上げている。動画、中国人サポーターが日本人に向けて、バカ、コールで煽り続けた決定的瞬間。初戦から、超攻撃的サンバック、を採用し、攻めの姿勢を示した日本は MF 遠藤る、MF 三笘薫、MF 南野匠、MF 伊藤淳也、FW 前田大然。 MF 久保竹房で K7 ゴールを奪い、圧巻の快勝劇で初戦を華々しく飾った。一方、本ミョ監督が再就任し、新体制を発足した韓国は、FW 孫ミンや MF 医イ院、DF キム・ミンジェといった主力が出場したにもかかわらず、隠した相手にスコアレスドローに終わった。失意の初陣となった韓国だが、韓国紙朝鮮日報は、 韓国サッカーは死んだと過激な見出しを打ち、韓国人サポーターたちの怒りの声に注目。引き分けの結果を報告するインスタグラムの投稿にはわずか20分間で3000以上のコメントがつき、そのほとんどが批判的な内容だったと取り上げている。韓国サッカーは死んだ、韓国サッカーの暗黒時代に突入したなどの辛辣なコメントを紹介しつつ、試合直前の選手及び監督紹介では、 ボ監督の紹介が電光掲示板に映し出されると、ブーイングが飛び交っていたと、試合前から現地では不協和音が生じていたと説明。今後は中東国を筆頭に、より手強い相手とアウェーでも戦うことになる中、一体感を損なう危機に韓国は直面している。